エバレット海軍基地は、ワシントン州、エバレットの港湾地区に所在するアメリカ海軍の基地。ピュージェット湾の北東側にあり、シアトルからは、北 40km のところにある。複合支援施設は、メアリーズビルとアーリントンの間にあり、基地からは北に 17km ほど離れている。空母打撃軍の母港として整備されている。エバレット海軍基地は2隻のアーレーバーク級。 ミサイル駆逐艦の母校でもあり、沿岸警備隊は、キーパー級、カッターユスシジシー、ヘンリー・ブレイクとマリーンプロテクターが対岸警備艇、ユスシジシー、ブルーシャークを配備している。エバレット海軍基地では、約6000人の水兵及び文民が、業務についているが、基地本体の任務についているのはそのうち、約350人である。エバレット海軍基地の歴史は、 1983年にジョン・ディーマン海軍長官が戦略的母校の構想においてピュージェットワン周辺に海軍基地を設置することを提案したことに始まる。1980年代初めにアメリカ合衆国議会はそれまで少数の基地に集約されていた艦艇を新設する基地に分散させる戦略的母校プログラムを承認した。 戦略的母校プログラムは、レーガン政権と国防総省だけでなく、上下両院からも指示を受けた。戦略的母校プログラムは、戦力の分散配置、戦闘軍の保全性といった軍事的要求に応えるとともに、海軍の地理的プレゼンスの向上につながるものとして、1985年に正式に決定された。1984年4月17日に、 エヴァレットは13校の海軍基地の新設候補地の中から理想的な場所として選ばれた。議会は1986年10月2日に最初の建設予算を承認し、1987年11月2日には加えレシが行われた。1988年9月9日には幅37メートル。 全長494メートルの空母用三橋の建設契約が5600万ドルで結ばれた。1992年6月には軍艦三隻が寄港して三橋の供用開始を祝った。1993年8月30日にはエバレット海軍基地複合支援施設の建設が始まった。海軍は十一万平方メートルの土地を取得して食堂、 為替取引所、家族サービス施設、リサイクルショップ、教育施設、士官候補生、詰め所、クラフトショップ、教会、宗教教育センター、自動車ホビーショップ、球場、コート、駐車場といったイバレット基地に展開する兵士と、その家族のための施設と、50室の海軍宿舎を建設した。1994年の年初早々には、 ピュージェットサウンド海群像選手からの転属者が続々と入り、新基地での業務開始の準備が進められた。1994年4月8日には1000人以上の来客を招いて開設式が行われた。1994年9月3日には当初、配備予定の7隻のうちアセス・イングラハムとアセス・フォードが入港した。 続いて1995年11月22日にはアセス・ポール、カイ・フォースターが入港し、同日には海軍からアセス・デビット・アール・レイ、アセス・キャラハンを及びアセス・チャンドラーが配備されると発表された。アセス・デビット・アール・レイは1996年7月29日、アセス・キャラハンとアセス・チャンドラーは1996年9月27日に入港した。 最後に1997年1月8日にアセス、エイブラハム・リンカーンが母校をブレマートンのピュージェット、サウンド海軍造船所からエヴァレットに移した。1998年3月にアセス・キャラハンが退役したが、同年5月5日にはアセス・ファイフとアセス・ロドニー・エム・デイビスが日本から転属した。1999年9月にはアセス・チャンドラーが退役している。 1999年7月には海軍の最終環境影響評価が完了し、太平洋艦隊所属の3隻のニミッ密急航空母艦について配備先を検討することになった。アイスではブレマートン、エヴァレット、サンディエゴシン、真珠湾の4拠点の評価が行われた。海軍はノースアイランド海軍基地をアセス・ジョンシース・テニスに加えて、 ニミッ密急行空母艦2隻の母校とすること、エヴァレット海軍基地はニミッ密急行空母艦1隻の母港機能を維持することを決定した。アセス、エイブラハム・リンカーンは6ヶ月間、ピュージェットサウンド海軍造船所のドックに入っていたが、これが無事に完了して、エヴァレット海軍基地への空母1隻配備が継続できるようになった。 さらに綿密なアイスプロセスが1996年12月に始まり、1997年2月には4拠点において公聴会が開催された。海軍は18ヶ月以上にわたり、各拠点が原子力空母の母校として求められる要求基準を満足しているかの評価を実施した。もともと、 母校としていたニミッツ急行空母艦ニミッツが2015年1月から16ヶ月に及ぶ能力向上付与による改装工事に先立ちピュージェットサウンド海軍造船所に入居するためキトサップ海軍基地で4年間の一時的転属を行っているため現在所属する空母はないいずれもアーレーバーク級ミサイル駆逐艦ありがとうございます